今日妹が死んだ。誘拐犯が乗った車に引き殺されて。なのに時間が巻き戻った。妹の時音が生きてる。これは一体どういうことなんだ。おーい、あんた誰、何か知ってるの。知ってるよ。何が起きてるの。あんた誰なんだよ。俺は白井。嫌いなことはしらけることだ。白井だけに。おいおい、早速しらけてるぞ。そんなことより、なんで時間が巻き戻ったの。そんなことより、俺の滑らない話を。おいおい、俺が説明するぜ。俺はクロホン、白井は時空警察特殊機動隊に所属する巻き戻し、右目のタイムマシーンリトライアイで時間を巻き戻したんだぜ。今から1時間後の午後4時54分にトラックに轢かれて死んでしまう時音を救うためにな。時音を救う。じゃああんたは味方。そうそう、だからお前はここでおとなしく。時音、今助けるぞ。待て待て、俺の話を聞け。いいか時音、お前は1時間後に死ぬ。わあ、直球かよ。超急用なだけに。この後誘拐されてトラックに轢かれる。そんなことありえないわ。帰るよ。邪魔すんなよ。まずい、前回そっちの道で誘拐されたんだ。だとしたら時音、今日はあっちから帰ろう。いいけど。同じルートで帰ったら誘拐されてしまう。よし、いいぞ、これで時音は助かる。おじさん、簡単に助けられたじゃんか。どうだろうな、お前俺の任務についてくるなら覚悟はしとけよ。え、あれ、今のお兄ちゃん、今の車見た。女の子が口にガムテープされてた。あれ絶対誘拐だよ。追いかけよう。しまった、この道誘拐犯の車が通る道か。考えが甘かった。行っちゃダメだ、時音が殺される。でもほっとけないよ。ダメだ、ほっとけ、時音が助かるためなんだ。え、ほっとけなんてひどい。お兄ちゃん最低だよ。私一人で行くからもういい。待て時音、これじゃ一緒だ。ほーら、言わんこっちゃない。わかったろガキ、未来を変えられる確率は100万分の1。ちょっとやそっとじゃダメだ。止まれ時音。未来動かない。大丈夫？時音、巻き戻った。一回やって無理だってわかったろ。あとはお兄さんに任せろ。三回目だけに。しらけてるぞ。まだだ。そうだ時音、ここで1時間遊んでいこう。ゲームしたいよ。おい、俺の話聞いてたか。どうする白井。知るか。行くぞ。1時間ここにいれば時音は助かる。おろせ、帰らせろ。分かってくれ、時音のためなんだ。必ず俺が守る。おや、時音ちゃんをいじめちゃダメだろ。え、なんで誘拐犯がここに。う、時音の名前なんで知ってんだ。時音ちゃん、今助けてあげるからね。そうか、こいつ最初から時音を狙っていたんだ。だから公園に現れたのか。それじゃあおじさんと一緒に行こうか。お兄ちゃん。時音、くそ、これじゃあまた同じ、ずっと同じ展開だ。まさかお兄ちゃんが誘拐犯を捕まえちゃうなんてね。このままじゃダメだ、行こう。逃げるぞ時音、死なせるもんか。見つかる前に家に着けば助かる。お、見つけて。くダメか。死ねクソガキ。作戦なし。まさかお兄ちゃんが誘拐犯を捕まえちゃうなんてね。ああ、まあな。おいガキ、妹が死ぬところを3回も見て、もう心がズタボロの状態だろう。いい加減俺に任せろ。絶対嫌だ、時音は俺の妹だ、俺が守る。ダメだ、これ以上はお前の精神が持たない。つうことで時音ちゃんはもらった。いやー、何、どこに逃げても誘拐犯は現れるし、どこまでもトラックは追ってくるだろ。だったら逃げるのをやめてトラックを止めりゃいいじゃん。何言ってんだよ、猛スピードで突っ込んでくるトラックをどうやって止めるんだよ。うるせえな、こうやんだよ。最初からやってよこれ。ああ、クロホン帰ろうぜ。白井はおそらく巻き戻しの中で最強。この任務は白井には楽すぎる。なんだ爆発した。やー、
人が巻き込まれた。ダメだこりゃ。任務失敗。リトライ。おじさん、今何が起きたの？トラックの荷台に爆発物があったらしい。爆発物だけに、みな、織田物だったな。周りのみんなも巻き込まれちった。次は、トラックを人気のない場所に誘導してから切って、安全に爆発させる。そんな場所あるの？そうだな。お前らの学校の校庭にしよう。放課後なら誰もいねえ。ま、あとは俺一人でやるよ。俺も行く。やれやれ。じゃあ先行ってろ。俺は準備がある。クソガキ、どこ行きやがって。絶対に見つけてやる。ここだよ、ついてこい。バイクだと舐めやがって。学校に直行だ。もうすぐ学校だよ。クソガ、死ね。聞いてねえぞ、撃ってきやがった。しまった、タイヤに弾が当たってパンクしたぞ。なんであいつ銃なんて持ってんだよ。まずいぜ、トラックが来る。どうすっか。おじさん、俺が銃弾の軌道を覚えるよ。あ、そんなことお前にできんのか。 2,3 回繰り返せば覚える。白井、まずいぞ、何してんだ。よし、やってみろ。クロノリトライ。逃げ回りやがって、死ねえ。おお、やるじゃねえか。クロノ、バカな、銃弾を全部フッセリナだと。たった13回で全部の銃弾の軌道を覚えるなんて、巻き戻しの才能あるかもだぜ。全然 2,3 回じゃねえじゃん。校庭に来れたぞ、あとはぶった切るだけだ。でも待ってよ、ここでおじさんがトラックを切りに行ったらまた爆発に巻き込まれちゃうじゃんか。大丈夫だよ、さっきレコードした俺に切ってもらう。はあ、何言ってんの。今だ、発動。何あれ、おじさんの分身。誰だ、引き殺すぞ。くらえ、必殺リプレイ。すげえ、何今の、どうやったの。一握りの優れた巻き戻しはリトライアイの隠れた能力を引き出す。白井の場合はレコードとリプレイ、自分の斬撃を録画して再生する技だぜ。かっけえだろ。白井は地獄の修行を経てこの技を習得した。喋りすぎだ。とにかく時音は助かった。任務完了だ。ありがとうおじさん。ありがとうございます。ちなみに俺はお兄さんだ。てめえ誰だ。何度やっても時音は殺すよ。未来を変えられる確率は100万分の1。未来はそう簡単に動かない。